TWICE 初の日本ドームツアーの心境は、皆が心配。とても大きいから、動画あり、写真イコール JTB。C、知ってるお兄さん、放送画面キャプチャー TWICE が初めて日本ドームツアーを開催する感想を伝えた。3日に韓国で放送された JTBC、知ってるお兄さんには TWICE が1日転校生として出演した。キム・ヨンチョルが、ダヒヨンが、ヨンチョルのファン、ザトシ、ダメですか、を全部真似する。ハッピートゥゲザー、や、スケッチブック、でも全部真似しなかった。と聞いた。これにダヒヨンが、なぜ全部知ってるの?と聞いた。これにソジャンフンは、ダヒヨンの性格が良いのさ、と話し、笑いを誘った。さらにカンホドンは、ダヒヨンは純粋にカンホドンのファン、と伝えた。ダヒヨンは、ホドンさんのスワック、スワック、ヒップホップ音楽で使われるスラングで、その人の持つスタイル。センス、魅力、あるいは自信のいい、ポーズが好きで、コンサートでスワックポーズをすごく真似した、と話した。また、TWICE は K-POP ガールズグループで初めて日本ドームツアーを行うことについて心境を伝えた。ナヨンは、私たちが長く夢見てきたことだったので叶えられてとても嬉しい、と話し、ミナは、私はドームに行ったことがあるけど、あそこはとても大きいので埋められるのかなと思う。でも、日本ドームツアーの夢が叶って嬉しい、と伝えた。TWICE は来年日本で東京ドームを含むドームツアーを開催する。K-POP ガールズグループ史上初のドームツアーで、アジアは、トップガールズグループらしいプレゼンスを再び証明した。来年東京ドームで2日、名古屋ドームと京セラドームでそれぞれ1日ずつドームツアーを開催する。TWICE もも&サナ&ミナ、一番好きな韓国語は、日本にはない発音が可愛くて、TWICE ナヨン、ジョンヨンが怖いとき、現でグループチャットに動画あり、TWICE 初の日本アリーナツアー完走、さらに緊急告知。2019年ドームツアー開催決定。